こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。牛タン元ですね、タン元を5キロ買ったので、それを全部食べきるまではひたすら同じメニューが続きますが、全然飽きません。美味しく食べてます。問題は僕がお腹を壊してて食べたものが全然身につかないということなんですが、太らないためにはその方がいいのかもしれませんね。はい、ではもう体重を測っていきます。食べるのはあれだけです。牛のタン元を食欲に明かして食べるだけで、ダイエットのために白ご飯を食べるとか野菜を食べるとか、お腹壊してるので一切そういうことは無視です。はい、体重 55.2キロ、体脂肪率 13.4、 体重 55.2、 体脂肪率 13.4、 基礎代謝 1287、 内臓脂肪レベル4、筋肉量スコア 45.3、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 はい、すべては肉を食べるためです。はい、美味しそうですね。筋肉とスペアリブの間みたいな感じですね。一部は筋肉、一部はスペアリブっていう感じですね。で、骨がついてなくて 100g 百数十円ですから、すごくリーズナブルで、ちょっとタンの風味もあって美味しいですね。僕は大好きです。お気に入りです。また買いたいと思っています。はい、では今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。